ていらっしゃる方と思います。ここでご友人の皆様を代表いたしまして、お二方よりスピーチをいただいてまいります。まずはじめにスピーチをいただきますのは、そしてさんと小学校時代からのご友人でいらっしゃいます、梶原智樹様です。皆様拍手でお迎えください。毎年誕生日プレゼントを交換する中と年高さを話されていました。それでは梶原様どうぞお願いいたします。年高くん、リサさん、ご結婚おめでとうございます。並びにご両家の皆様、本日は大変おめでとうございます。先日ながら友人スピーチをさせていただきます。新郎年高くんの友人の梶原と申します。年高くんから友人スピーチをお願いしたいっていう連絡来た時に、ちょっと本当に何があったかなっていう、ちょっと思い返して、本当なんか考えながら一人で涙ぐんでたんですけど、今本当に、初めての友人スピーチであり結婚式っていうのもあって、こういうのってボケで頭が真っ白なんですけど、今本当に真っ白になっちゃって、すみません、本当に真っ白なんです。いつも通り緊張するんで、トシと呼ばせてください。トシとは幼稚園からの幼馴染でして、小学校、中学校と毎日のように遊んでました。幼馴染っていう言葉を聞くと、僕はいつでもトシが頭に浮かんでいます。で、新婦リサさんとは高校の時のクラスメートでして、今日はこちらも知ってる2人の結婚式ということで、本当に大変嬉しかったです。トシとは先ほども紹介にあったみたいに毎日遊んでまして、子供の家、通称小家で2人でずっと遊んでました。なんで毎日遊べたのか、トシがすっごい飛ぶ紙飛行機の折り方があるからって一緒に星1回飛行機を作って毎日遊んでたりとか、あとチャリでどこでも行ったし、あとなぜか僕らプールが好きでプールにもよく行きました。どっちかの、お母さんが車で送り迎えするんですけど、それに乗ってプールに行くんですけど、一回僕らテンション上がりすぎて、もうなんか気をついて着替える時間がもったいないから、もうそのまま水着てっちゃう。そしたらもう気をついて服を脱いだらすぐ入れるじゃんって言ってテンション上がって行ったんですけど、で、プールついて楽しく泳いで、本当に一日泳ぐんで疲れたねって言って着替えるときに、あ、ちょっと待って、僕ら水着着てきちゃったからそもそもできてないよ、やばいねってなって、もう乾くはずもないのに必死に絞ってどうしようどうしようってやったとバカな日々とか思い出してました。あと部活も一緒でして、小中とバスケでしたね。そこでも本当にいつもニコイチ、文字通り2人で1つみたいな感じで動いてました。練習も2人組ってなったらいつも2人でいて、バスケも試合もいつも同じポジション、フォワードでやってました。なんかそうやって聞くとスラムダンクみたいな格好なんですけど、実はそういう切磋琢磨感じゃなくて、試合の時にそこにいるキャプテンの松田博也君がリバウンドを取って、それを思いっきり相手のこうゴールで投げる、ゴールで投げて、それを、ちびっこだったトシと僕はもう追いかけてなんとか取ってシュートするか、大体場外は、あんなのもバスケの試合じゃないですか。ゲームのバスケのゲームで最後ふざけてやるやつみたいな、あれを本気で試合でやってみたいな記憶があります。ただトシは運動神経がいいんで足も速くて結構間に合っててシュートでも決めてました。僕はその後ろからボールとトシを追いかけてる背中を今でもこう思い返します。2人ともその小さくていつも本当に一緒にいたので、
ずっとハッピーセットって呼ばれてまして、周りからもハッピーセットって言われるし、監督からもハッピーセットって、最初スタメンを発表するときキャプテンとお前とお前とあとハッピーセットねみたいな言われてるぐらいでした。ちょっと本当くだらない話ばっかで申し訳ないんですけど、まあそうやってニコイチでハッピーセットでそばで見てきた僕からすると、トシは本当に人の出会いを大切にする熱くて優しい男です。そうですね、いつも僕が大学からこっちを出たので、たまの休みにしか帰ってこれないんですけど、トシにこの日帰るわって言うと、あ、OK、みんな友達集めて遊ぼうよって言って、いつも遊びの企画をしてくれるんです。そうやって今こうやって小学校のメンバーとかと今でもこうやって仲良く集まれるのって、多分トシがそうやってみんな周りの友達を大切にして、中心になって企画してくれる、そのトシの人柄なのかなっていうふうに思います。本当にそんなトシと幼馴染ですって胸張って言える言葉は僕にとっては本当に誇らしいし、自分の中の星が大切です。今日、2人を知ってる僕からすると本当にいいハッピーセットだなっていうふうに思います。すごくお似合い。あ、ちょっと星にはもったいなすぎる。まあ、ただ元ハッピーセットから言わせてもらうと、いい、なかなかいいと思います。まあ、2人が、まあ、笑いの絶えないこれから家庭に築いていくのはもう裏付けだな。どっちも知ってる僕からしたらそんなのはわざわざ言う必要はないと思うんですけど、たまには僕とのハッピーセットだったことを思い出して、これからも仲良くしていってくれたら大変嬉しく思います。本日は大変ちょっと拙い話でありましたが、以上をもちまして友人代表スピーチと変えさせていただきます。本日は本当におめでとうございました。3年生を同じクラス
過ごした私たちは、高校の時代、高校時代の思い出は特に、それのことが多いのではないかと思います。リサとは出会ってからたくさんの話をしました。自分の好きなものや、今ハマっているもの、楽しかったことや、普段のなんてことのない話、家族やお互いの友人のことなど、ここでは話しすることもできないほど、たくさんの話をして、毎日ずっと笑っていましたね。意見をくれる時もあれば、ただ話を聞いてくれるだけの時もあり、当時から距離感で話すこともできる貴重な存在です。今は私が東京で過ごしていることもあり、高校の頃のように会うことはできませんが、久しぶりに会っても昨日の続きのように話すことができることを嬉しく思います。また、高校3年生の受験のタイミングでは、毎日遅くまで図書室で勉強をしたり、休み時間も教室の隅でひたすら暗記科目の勉強をしたりと、コツコツ努力する姿を見ていました。テスト前も一人で集中して勉強で遅刻タイプだったなと思います。私が見てきたリサは、出会った頃から自分の目標ややると決めたことにまっすぐ努力できる子でした。そんなリサのことをずっと尊敬していたし、さらに家族や友人をはじめとする周りの人たちに対して優しいリサのことが大好きです。まあ、ちなみに、勉強で疲れて突然 YouTube でコナンの何百話と一気に見たりとかする思い切りの良さも、ちょっと天然で抜けてるところも、あとはたまーに心配になるぐらいにすぐに誰でも何でも信用しすぎるところも全部好きだよ。あげるとキリがないですが、あまりあることのたくさんのいいところも、ちょっとのウィークポイントも、リサを構成するすべてが自分にないものばかりで、尊敬の手を抱かざるを得ないなと改めて思います。そんなリサが大切だと思える人に出会ったこと、その人と一緒に人生を歩いていくと決めたこと、自分のことのように嬉しく思うし、とても幸せそうなリサを見ることができて、私まで幸せです。二人がこれから先のどんな時も二人でいることができてよかったなと思っていてほしいし、たくさんのそういう思い出を作っていってほしいと思います。ずっとずっと幸せでいてください。最後に余談ではありますが、高校3年生のクラス会直後に、2年生の時によく休んでいたリサが私が休まないようにすると宣言したことを思い出しました。まあ、次の日休んだんですけどねコロナが落ち着いてきたご時世ではありますが、くれぐれも体調には気をつけて毎日楽しく過ごしてください。カジカジが笑い枠だと思って、私が真面目枠だと思ってしっかり手紙を書いて話してみました。改めてリサにとし本当におめでとう。今日の結婚式は誰よりも二人が一番楽しんでください。ありがとうございました。違う大学に通われてからも月に一度は必ず会う仲だったとリサさん話されています。ではお写真撮影をしていただきましょうか。お二人の間に入っていただきまして、スリーショットを撮っていただきましょう。その方のスピーチを聞いているリサさんの表情、本当に笑顔で、そして時には涙込まれている表情、とても印象的でした。それでは愛のあふれるスピーチをしてくださいました澤田美琴様、どうもありがとうございました。としたかさん、リサさんのご友人のお二人にスピーチをいただきまして、今お二人はとても温かい気持ちでいらっしゃるのではないでしょうか。